アップル iPad iPad Pro 11インチ iPad Pro 11インチ iPad Pro はアップルが開発、販売するタブレット型コンピュータである iPad シリーズにおける最上位モデルとなっている2020年3月18日ウェブサイト上で発表された3月25日発売チップは a x の八個目の GPU を有効化したアップル A12Z b i o を 搭載している。さらに、iPad シリーズ初のデュアルカメラトライダルスキャナを搭載したことにより、撮影性能が従来モデルよりも向上している。Wi-Fi モデルは 471g で、Wi-Fi、セルラーモデルは 473g。カメラ仕様は、広角が 12MP1.8 絞り値で、超広角が 10MP2.4 絞り値。 125度視野角で2倍の高学ズームアウト、最大5倍のデジタルズームが可能。レンズは5枚構成。サイズディスプレイともに全世代を踏襲。よって、ホームボタン及びイヤホンジャックがないベゼルレスデザインを採用し、フェイス ID で認証を行い、充電はライトニング端子ではなく、USB タイプ C 端子で行う。アップルペンシルは、 第2世代のものに対応している。本モデルのストレージは最小でも1 2 8イトとなり、全世代と同じストレージでも11000円から33000円ほど価格が抑えられている。また、無線 LAN 規格が全世代の IEE802.11A, B, G, N, AC から IEE802.11A,、e、B, G, N, AC。 アックスに向上している。バッテリー容量は 29.37Wh から 28.65Wh になっている。駆動時間に変更はない。iPad Pro の画面スペックを活かすため、専用のオプションが3つ用意されている。iPad Pro 11インチの背面カメラトライダルスキャナ。ありがとうございます。